今回はですね、大阪梅田にある激安ネットカフェ、梅田キャッツに行ってきました。ですね、13時間で1800円っていう、まあネットカフェの中でもかなり安い部類に入る方やと思いっていうか、破格やと思いますね。13時間っていうのはなかなかね、そんな長時間、まあナイトコースですよ。夜のコースなんですけど、13時間も泊めさせてくれるってことは、もう半日泊まってるみたいな世界ですからね。これはなかなかすごいと思うんですけど、まあ場所としてはですね、ブランフロントの反対側の、梅田のブランフロントの反対側のヘッポファイブの観覧車があって、その後ろにナムコがあるじゃないですか。そのナムコの、ところをさらに行ったら、ですね、曽根崎お初天神通りっていう、まあ、商店街みたいなのがあって、そのアーケードのところをね、ちょこっと横に曲がるとあるんですけど、まあ、口で言っても説明しにくいで、分かりにくいでしょうから、まあ、Google マップ見て行ってもらったらいいと思います。あんまり目立つような場所にはないんでね、そこはちょっと穴場的な感じかなと思って。で、料金体系がほんまにすごくてね、夜13時間パックで、ですね、13時間いて1800円なんですよ。1800円やったら、つまりね、1時間で1200円ぐらい、1200円、1時間120円ぐらいで泊まれてるっていうわけで、めちゃくちゃ安いわけやないですか。で、これが入り口なんですよね。ですね、まあちょっと古びたビルですが、外観が古びてるだけでですね、中は全然綺麗なんでね、これからちょっとご覧いただきますけど、ですね、まあ1時間今500円やったりするんですよ。で、コインロッカーも200円で利用できますよと。荷物が結構ね、大容量のコインロッカーやったんで、ですね、荷物が多い人だったら、あそこに預けてもいいでしょうけど、基本的にね、ロックもちゃんとできる、部屋で、くつろぐことができるので、別にね、荷物がいっぱいあったって何の問題もないと思います。ほんで、これは、エレベーターで3階、まず最初にね、3階に上がるんですね。3階に上がると、ですね、ネットカフェと言いつつね、ここね、やたらと、ビデオ、DVD の品揃えが豊富で、まあ、で、普通の映画もあるんですよ。洋画とかね、アニメとかね、日本映画とかのあるんですけど、まあ、大方、ほとんど大多数は、まあ、ちょっとエッチなビデオなんですよね。で、エッチなビデオの品揃えが、まあ、はっきり言って、めちゃくちゃいっぱいあります。ものすごい数ですね。ですね、だから、桁外れの充実度ですね。フロアがそもそもめちゃくちゃ広いですからね。そんなわけでして、お好きなビデオを7本、ですね、借りることができて、で、例によって、その7本も、途中で飽きたら、取り替えに行ったって別に全然構わないわけですね。ほんで、これ部屋の中のパンフレットなんですけど、30分コース300円とか、3時間コース1300円とかあるんですけど、なんといっても目玉はですね、夜コースの13時間1800円ってやつですよね。例えばですね、21時に泊まったとしたら、次の日の朝の10時まで、ずっと泊まっていられるわけやないですか。ほんならね、私もね、常々昔から西成のホテルを紹介するときに、ネットカフェで泊まるのはおすすめできないってよう言うてると思うんですよ。なんでかって言うたら、ネットカフェってね、なんぼ時間長いプラン用意したって、結局、時間がめっちゃ気になるじゃないですか。寝とってもう全然落ち着かへんでしょ。寝過ごして時間超過してしまって、追加料金とか取られたら嫌やなとか思いながらやったら、落ち着いて寝れへんやないですか。でも、それぐらいやったら、西成のホテルでのんびり、時間も気にせず、疲れを取った方が、明日への活力が湧いてくるよっての話で、それでね、ネットカフェは良くないよって私よう言うてたと思うんですけど、ここに関してはね、13時間もう寝れんねやったら、もうそれね、半日いるのと同じみたいなもんで、そう考えるとですね、全然ありやなって、ここで泊まるのも。ほんで、ですね、これ部屋の中なんですけど、ビデオがありの、パソコンがありの、で、Wi-Fi も当然使えますし、エアコンで空調も効いてましたし、ですね、フラットタイプの、部屋でしたけど、クッションとかもあってね、別にどれも汚くないですし、変な匂いも全然しないでさ。で、さっきのトイレも普通に綺麗やったでしょ。なんでですね、ここは、一応はネットカフェという名目になってるので、漫画とかもそこそこな品揃えで置いてましたわ。まあまあ、そんなね、でもやっぱり DVD が主ですね。エッチな DVD がいっぱい置いてあって、まあ漫画もおまけ程度に置いてますけど、まあ
でもね、有名どころのみんなが読みたいなって思う程度の漫画やったら普通に揃ってると思いますわ。そんな感じですね、この何やったっけ、梅田キャッツですか？ですね、なんか知らんけど、前、通天小町のビデオボックスのビデオ、なんですかね、動画のコメント欄で、梅田のところになんかそういう梅田キャッツっていういいお店があるよ、行ってみたらとかいうね、コメント欄でおすすめしてもらったんで行ってきたんですけど、まあ確かにこれはいい感じのところですね。っていうか、そもそも私あんまり梅田とか行かないんですよ。まあちょっと高いじゃないですか、何をするにしたってね。なんか私はあの辺はね、そうでしょ、スーツ着たビジネスマン野郎、ビジネスマン野郎って何やねん、スーツ着たビジネスラーみたいなのがいて、なんかちょっとセレブの街っぽくて私は行きにくいなと思ってて、でね、実際見てみても一晩泊まろうと思ってホテルを検索してみたらやっぱバカ高いですわ。なんぼ安くしようと思っても3000円今日はいりますね。3000円とか4000円とかいるんで、そんな中でね、1800円で13時間、この設備で泊まれるんなら、これはね、確かに文句なしにいいところだと思います。だからほんまにね、場所がね、ちょっと目立ちにくいところにあるんで、隠れた穴場みたいな感じのお店になってるんでしょうね。そんなわけでして、私は大層気に入ったので、そうですね、梅田でちょっとね、まあ梅田あんまり行かへんですけど、もし梅田で時間終電乗り越して、どっかで泊まらなあかん時は絶対ここ行こうかななんて思いました。ほんじゃまた。